されるるワインであるアゾレス諸島、ピコ島の石垣が特徴的な世界遺産、ピコ島のブドウ畑ポルトガルはヨーロッパでも最も長いワイン生産の歴史を持つ国の一つである。ポルトガルには今から2000年以上前にフェニキア人やカルタゴ人たちによってワイン文化が伝えられた。現在のポルトガルの南半分にあたる地域に位置した。 古代ローマの属州ルシタニアの名は、ワインと共演の神バックスの息子、または、従者とされるルススに由来するとされ、ローマ帝国の時代には、ローマにワインを輸出していた。日本に初めて伝えられた、ブドウ酒、チンも、ポルトガルの赤ワインであり、これはポルトガル語で、赤ワインを指すビニオティントの赤への当て字である。近代には、 有料産地を保護するための原産地故障制度をいち早く制度化した。ポルトガルはワイン生産にちなんだ二つの世界遺産を持つ。ビーニョベルではポルトガルの西北端の大西洋に面するミーニョ地方で作られるワインである。弱発泡性で酸味がやや強くフレッシュでさっぱりしたワインである。若のみをドイツのフランケン地方のワインのような平たい瓶に 入っているものもある。明るい草色の白ワインがよく知られているが、実際には、白のビーニョベルでは、全体の6割ほどで、残りはほとんど赤であり、ロゼのビーニョベルでも少数ながら生産されている。主成強化ワインの一つ、ポートワインビーニョドポルト、または、ポートワインとは、道路川上流で栽培されたドウを原料とした、ワインで、発酵の途中でブランデーを加えて、 発酵を止めたものである。アルコール度数は高めで甘口。また道路地域では通常のスティルワインも多く作られており、ポート、スティルの比率も4、6となっている。同じく主成強化ワインの一つ、マデーラワインポルトガル本土ではないが、大西洋上のポルトガル自治領であるマデーラにおいても独自の主成強化ワインが作られている。北中部エストレーラ山脈の麓と、 ダンダワ流域の丘陵地帯。作家、ダンカズオが名前つながりでこの地区のワインを愛飲していた。シュトリスボン北部の沿岸内陸にかけての地域で、アレンケル、ブセラス、アルダ、コラレス、オビドスエローリンやトーレスベドラス等の地区を包含する。南部の内陸部に広がる、緩やかな丘陵地帯。使用する品種やブレンドの仕方などの自由度が高く。 あえてビーニョレジオナル格付けとして作られるワインが多い。ありがとうございます。